4月4日のケリヒメスイーツ。今日は暖かいですね。ちょっと窓を開けたりするとすごくいい心地の風が入ってきて、で気温が20度ぐらいだっけかな。人間にとって、日本人にとってかな、20度がやっぱ過ごしやすい気候なのかな。とはいえあれだね、あの春服とか秋服ってさ、すごい好きなんだけど、まあただでさえ着る期間って短いじゃないですか。すぐ暑くなったり寒くなったりで、今年なんかさね、外出自粛させられてるから余計に外に出れず、余計に春服を着るタイミングがなくて悲しみっていう。せっかくだから姫ぐらいはちょっと春っぽい格好させてみるか。よし、お着替え。今着てる姫が、割と春っぽいっちゃ春っぽいけども、ちょっと上の方のね、ドレスはよく見かけるんで、ちょっと下から探っていこうか。下からまさぐっていこうか。ここまで行くともう夏だね。ちょっと暑いかな。まあ今の時期だったらこれぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。なんか春っぽいやつ、別に春じゃなくてもいいんだけど、これはまあ春というか、まあ大正風というかね。これなんかのキャラなんだっけ。かわいい。まあ春っぽい頭の中が春っぽいですね。あーでもこれはこれでいいね。色味がね、暖色系はやっぱ春っぽさがあるね。できればまあ半袖ぐらいにしてあげた方がいいのかな。あ、蝶々確かにな。動物や虫たちも元気になってきて、こう続けがたいな。結構分厚い衣装多いですね。もはやこれでしょ、春とは。まあね、某ゲームではよくこいつらがガチャ頑張ってくれてるからな。まあ俺グラブルやってないから詳しいことは分かんないんだけども、あっちはガチャピンとムクがしょっちゅう出てるようなイメージあるな。こっちのコラボはもうやんないんすかね。こういう服を着てるってことはなんかコラボが昔あったんだろうね。確かイベントとかダンジョンとかそういうんじゃなくて、衣装だけあったとかそういう系だっけかな。なんかそういうコラボでもいいからちょいちょいやってほしいよね。昔はね、衣装だけか、どうせだったらイベントステージとか用意してようと思ったけども、それはそれで大変になるからね。まあでも巨大なガチャピンかムックと戦うステージってのはありだけども、ただそれは内容的に良くないのかな。で初音ミクのステージがさ、あのね、バイオレンス系さ全部排除してるからさ、敵は攻撃してこないし、ミクの攻撃は攻撃ダメージではなく影響っていう謎のオブラートに包んでるからね。ガチャピンムックはダメなのかな、そういうバトル系なんかひっぱたき合いしてるようなイメージあるけど、勝手に。ガチャピンとムックって実は私はお笑いコンビなんだよねまあ先に言っとくけど嘘だけど、あのボキャブラ天国のゲスト枠に一回出たことあるんだよね。わあムックモップみたいだねっていう元ネタ忘れたけども、なんかそういうボキャブリをしたような気がするな。で対して受けずっていう、なんかあのレジェンド枠だかゲスト枠だかそういうので、ガチャピンとムックっていうコンビがね出たわけですよ。ほんと何でもやるなあいつら、はあ、経験値が、うわーやってしまった。愕然でも何でもないんだけど、一回入り直せばまだ稼げるんだけども、ほんとこういうミスは悔しい。もう経験値手に入れた時点で突っ込んでおかなきゃダメだね。うっかりもう考えるのがめんどくさくなってきたまあ元からあんまり考えてやってないけどな、このゲーム。それぐらい簡単ではあるけどね、スタミナもないからね。
どんなペースでも楽しめるっていう。でイベント限定のね、達成報酬やら装備やらとかそういうのはあるけども、別に無視してもね、ステータスアップとかも他の装備で賄えるからね。間違えた。そういう点はやっぱいいよね。もう強力なこの装備、これを装備してないとみたいなのはないから。装備とは言っても、まあ強いて言えば覚醒色とかね、そういうジョグになるために必要な装備はあるけども、でも限定物って大体ドレスとかだから、アクセサリーとかそういうのはね、ただ単にステータスアップで使うだけだし。そうだよね、そういえばアクセサリーとかさ、ドレスにはあるけども、アクセサリーやおしゃれアイテムにあんまり付加効果ってないよね。そもそものそのハートアップ、おしゃれアイテムだったら、その宝石箱をドロップ率アップとかはあるけども、それに加えて、ね、なんか効果がつくとか、威力が増すとか、そういうのないからね。もうあったりするのかな、俺がゲットしてないだけで。まあ、覚醒色とかはね、一応工場であるし、強いて言えばだ、スタースイーツストーリーで使う、なんて言ったっけ、あの枠は。あのキャラたちが、それこそコラボキャラクターとかが一応限定の、ではあるけども、限定の仲間だからね。一応コラボキャラで使えるお供はたくさんいるけども、他のでね、賄えるというか、結局主人公、自分のプレイヤーと、借りてきた助っ人、フレンド枠とか、そこがメインアタッカーだから、そうなのは、まあ、未だ変わってはいないからね。たまに役立つって時はあるけども、まあ、何が言いたいかっていうと、そういう限定ものとか、逃したとしても、いくらでもカバーは効くっていう、そういう点で、まあ、ある意味自分のペースで、イベントだとかそういうので、気にならず、自分のペースでゆっくりとやれるゲームだっていう、そういういい部分があるんだよってことを言いたかったわけです。よし、好感度上がった。よし、好感度下げる発言をする前にこの辺りで終わりにしておきます。また明日。